地域密着岡山スポーツ応援晴れスポ、晴れ町ガールの森上です。今回はファジアーノ岡山を紹介していきます。子どもたちに夢を掲げ J1 入りを目指すファジアーノ岡山、昨シーズンは11位、 J2 での最高順位2016年の6位を超え、 J1 昇格となる優勝を目指します。注目していただきたいのが開幕からレギュラーとして活躍している柳選手です。背番号5番、ディフェンダーの柳康隆選手、今シーズン栃木 SC から移籍してきました。栃木 SC ではキャプテンも任され、ディフェンダーでありながらなんと8ゴール、チーム最多得点をマークしました。ファジアーノ岡山でも守備と攻撃両方とも期待されている選手なんです。 J2 が開幕しました。岡山でプレーしてみていかがですか？はい、たくさんの岡山のサポーターの皆さんの前で、プレーすることができて非常に喜びや幸せを感じていますし、2連勝という思い描くような結果を残せませんでしたけど、でも負けないっていうことも大事だと思っているので、残り40試合シーズンありますけど、共に皆さんと戦っていきたいなという思いが非常に出た2試合になりました。では試合中一番大きな声で指示をされていますが、選手との連携はいかがですか？個人間としてもチームとしても非常にいいコミュニケーションが取れてきていると思いますし、関係性は非常にいいなと感じています。なるほど。栃木 SC で最多得点、はい、キャプテンとしてもチームを引っ張っていた柳選手がファジアーノ岡山に移籍を決めた理由は何ですか？非常に難しい選択でしたけど、僕個人としてもっと上に行くためにどうすればいいのかっていうのを考えたときに、ファジアーノ岡山を選択するという決断になりました。移籍ってやっぱ本当大きいですよね、決断が。ちなみに柳選手が監督だったとして、ご自身を客観的に見てどんな選手だと思いますか？そうですね、うるさいだろうな、暑苦しいだろうなっていうのは感じますけど、チームのために働けるような人間になりたいですね。なるほど。ここを見てほしいというところはどこですか？はい、この身長と、顔の大きさを生かしたヘディングと、あとは対人の強さ、あと得点能力をぜひ見ていただきたいです。すごく背も高くて、はい、こう練習風景見させていただいたんですけど、すぐに見つけれます。あ、背が高い、しかも筋肉ムキムキみたいな。その顔もちょっといじってます、ね、いやありがとうございます。試合前に必ずすることやルーティーンは何かありますか？そうですね、決まった音楽を聴くことと、はい、あとは僕願掛けとしてプロ1年目のシンガポールで買ったストレッチポールを毎試合必ず持ち歩いて、試合前でそれを使ってほぐしてるんですけど、そういう、ルーティンというか、ものにすごい頼ってる自分もいますね。お守りみたいな感じですね。はい、お守りですね。はい、ちなみに先ほど音楽、決まった音楽聴くって言われてたんですけど、はい、どんな感じの、こうどういうジャンルとか好きなアーティストさんとか、なんか、はい、たくさんいるんですけど、僕結構昔の曲を聴くことが多くて、長渕剛さんの曲は大好きです。熱いですね。はい、試合前にこう聴いて、はい、思いも熱くして。はい、ではそんな柳選手、サッカーを始めたのはいつからで、そのきっかけは何ですか？5歳から始めて、4歳上の兄がやっているのについていってたのがきっかけですね。そんな柳選手の素顔を知るために、続いては
こんな質問を。サッカー以外での趣味は何かありますか？結構趣味は多いと思っていて、ゴルフだったり、キャンプだったり、あとは家でコーヒーを入れて自分で飲んだりとか、そういうものはやってますね。あ、でも結構やっぱアウトドアって感じなんですね。キャンプだったりとかゴルフだったりとか。そうですね。なんか家の中でこうコーヒーとか以外にもされたりしますか？映画を見ることもありますし、 あとは結構本読むことも好きだったりはするので、結構いろんなことはしてます。本当たくさんですね。はい。はい、じゃあ岡山での生活はいかがですか？はい、もうだいぶ慣れてきて、いろんな、ところに行きたいですけど、なかなか今こういうコロナの状況もあるので行けてないので、お寿司とかすごい回ってみたいのと、あと、温泉とかも行ってみたいなっていうところだったり、で岡山城とか今改装してますけど、岡山城後楽園とか行ってみたいなっていう思いはありますね。コロナが明けたらここ行きたいなっていうリサーチは常にしてます。ちなみに一番今気になってる場所とかあったりしますか？倉敷の方とか、あと、上の山の方、すごい景色がいい、朝行くとなんかすごいお城の備中の、はい、あそこ行ってみたいなと思ってます。なるほど。岡山に来て良かったと思うことはありますか？たくさんの熱いサポーターの皆さんと共に戦えるっていうのは非常に、あの試合やっていて来て良かったなと思うところと、あとはプライベートで言うと、ずっと僕東日本の方にいたので、やっぱり町の作りというか文化が少し違うなという印象はあるので、そういう経験をさせてもらってる意味でも、あ、来てよかったなと思ってます。私ずっと今岡山住んでるんですけど、はい、文化の違いってなんかここびっくりしたなとか特に何かありますか？そうですね、文化っていうか、はい、一方通行多くないですか？すごい多いなと思って、そこがなんか慣れないいですね、まだ、はい、道路が意外と少し狭かったりとか一方通行が多かったりっていうほどやっぱり栄えてるんだなっていう印象は多いですね。はい、最後に今シーズンの目標を色紙に書いてもらいました。どうぞ。はい、はい、J1 昇格と2桁得点を目指していきます。チームとして何が何でも今年 J1 昇格するっていうのを目指すことは当たり前で、あとは個人としても昨年、8得点、その前が、6得点取れているので、まあ、2って増えてきているのもあり、ぜひ2桁いってみたいなと思ってます。 J1 昇格には何が必要だと思いますか？はい、まずは、僕たちプレーヤー、選手、スタッフが本気で J1 昇格を取るために日々の練習から、全力でやること、あとはサポーターの皆さんと一体となってどれだけ熱く戦えるかっていうのが、僕は大事だと思っています。応援しています。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、柳選手ありがとうございました。ありがとうございました。ファジアーノ岡山、次のホーム戦は今月20日午後2時からです。柳選手の活躍に注目してください。